安倍政権が最重要課題と位置づける全世代型社会保障改革の検討会議が開催されました。今回のテーマは介護で、担い手となる施設の従業員不足が深刻化する中、ロボットやタブレットなどテクノロジーを活用して業務の効率化を図れないかなどが議論となりました。政府は6月をめどに医療制度改革や年金問題も含めて最終報告を取りまとめる方針です。